はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説、続きをやっていきます。アシュラを倒してカイの命が狙われているという事態になってまして、イーシスの神殿に戻ってきたところになります。で、ちょっと装備を買おうかなと前回言ったところで終わったんですけれども、確かこのまま次の巨人の世界へ行くはずなので、そこでの武器防具を見てからお金の使い道を考えていきましょう。イベント、カイしっかりしてください。ダメだ、返事がない。ただの屍のようだ。体の中に入るにはミクロ化するしかない。巨人族がミクロ化の方法を知っていると言います。そうだ、カイ様がこれをあなたたちに渡せと。秘宝防御の間際、巨人族からミクロ化の方法を手に入れてカイ様を救ってくださいと。もう一回話すと何かある？なんもない。じゃあ世界を渡って巨人族のところへ行きましょう。というわけでやってまいりました、天の柱。ここから次の世界というか次の次の世界で行くところは多分変わんないと思うんだよね。ここに入ってでこっちへ行く。これでさらに次の世界へ行けると思うので、扉が開く。秘宝の数が足りないと扉が開かないっていう、そういう仕組み。 MP もなんか使ってもいいと思うんだけどな、行くのがめんどくさい。でここテレポート的なのが欲しいよね。さすがにもう移動がめんどくさい。で下のこう地図のところにまず戦おう。発掘マークができたんだけど、発掘の仕方がよくわかんないんだよね。ライノサウルス、肉が欲しい。一回バトルハンマーで殴ろう。でこれあれだね、特技使っても魔力は伸びるんで、肉はどんどん食ってこう。マジでもう弱えから、ヘッドがゲー回復しただけだ。ここね、まあ、多分発掘のアビリティがないからだと思うんだけど、小悪魔雨降らし、少しやっぱり敵が勝ってる。寝るのかこれ。ガラクタ属性ガード、寝ない。75とか強い。雨降らしとかここの世界のモンスターだったんだね。116とかやばくない？ファイア消える、溶かす。できれば愛人やっぱり素早さも上げたい。3セーブ、やべえ、愛人が死ぬ。いや63とか、壊滅だこの野郎。叩き潰す。小悪魔か、二国王。ダムホリンクスか、どうなんでしょうか。愛人が倒れている。ここはちょっとケアで回復しよう。ダメだ、ラムフォリンクスも81しかない。ヒットポイントがまあ一つの指標にはなるよね。で町があるんで、ちょっと町に行って防具を整えよう。もう防御はもう防具で補うしかない。すげえイベントがいっぱいあるんだけど。この世界には昔巨人が住んでいた、でも今は一人もいません。じゃあこっちの方からイベント発生。昔の巨人の町の街並みはまだ残っている。そういえば巨人の遺跡で何かを隠してるやつがいたよ。変な人がいるもんだな。もしかしてお宝でも隠したとか。今の話聞いたか、お宝かもしれないぞ。きっとお宝に近い。こいつらお宝に敏感だな。トレジャーポイントで、さらにこっち。なんだ、俺が珍しいのか。お前なかなか強いみたいだな。いい場所知っているんだが行ってみるか。亡者の闘技場。え、何それ、ちょっと行ってみよう。気をつけていくんだな。
ここは命を失っても戦いを求める者の魂が集う亡者の闘技場。昔お前たちが倒した奴らと再び戦うことができる。ああ、そういうことか。いつものバトルと2つの違いがある。 DS ワイヤレス通信。いや、それは関係ない。使ったアイテムがなくならない。パラメータが成長することもない。なるほど。おー、チーム称号によって何かプレゼントしてやろう。称号によってなの？お前たちの関係が一時的にリセットされる。なるほど。え、一回だけ挑戦してみる。失うものはないよね。ほいひょ、これで。アシュラの魂。行く。4人で遊ぶってどういうこと？あ、1人で遊ぶから4人選択しろってことね。フルメンバーで行こう。これさ、強さどうなの？一応サブマシンが使ってる。マックスで行こう。効かないからサイコダーバーだよね。酸性炎も効かないはず。ほら、ケツー26しか当たんねえ。ゼロ。地獄の火炎、死ぬと一発で。一発とは言わないけど、ペットが一発で死んだな。帰りたい無理だこれは。まあでもなくならないって言うんだからね。これで全身だな。186。俺が1残った。悪あがき。なるほど、敵は強い。今の俺たちでは太刀打ちできない。全滅。これが力を追い求めた代償か。帰ろう。え、これどっちか、下から帰ればいいのかな。え何これ、どっから帰るの。あ、あの後ろの煉獄みたいなところから帰ればいいのかな。ちげえこいつに話すの。あ、元の世界に戻る。なるほど。でもこれはこれで面白そうだね。道具屋の親父は巨人グッズを売ってる。どっか手に入れてるんだ。巨人グッズ強かった気がするんだよね。でも今欲しいのはサーベルは持ってる。刀、力、刀6800もする。竹、ミスリルの弓か。ブリザード、サブマシンガンはここにも売ってるね。刀6800円か。どうする。青龍刀の倍以上すんだね。一気に倍以上すんな。青龍刀はあってもいいかもね。バトルハンマーがさすがにもう弱いか。ちょっと装備を見直そう。バトルハンマー弱い。でガラクタちゃんをどういう方向にするかだよね。重火器は能力増えないんで、そうするとやっぱり全部特化型は無理だから、何かに一つ特化させようとすると素早さ特化型にした方がいいかな。サーベルとか装備させる。じゃあまあちょっと考えよう。道具屋も見よう。金は有限だからね。でここは巨人系か。たっけー、いや高えな。なんか売れるもん。エリクサー2500円。いやマジ無理だ。少しイベントをこなすか。でもさ、今の装備だとちょっときついよね。ここの世界、ここは。あ、みんな小さくなってどっか行っちゃったっていう話。酒場、これ誰？なんかすげえ怪物なんだけど。ジョニーは昔巨人だったらしい。こいつ？なんだおめえら。俺は何も知らねえ。これは何回話しても変わらない。またこいつがいるね。やっとこう。
曲の違いがよくわからない。うん、特に今のところはイベントが進まない。少し奥のところに、あれ、こっちも道具屋か。今日は何のご用ですか？ゴールドアーマー、どうする？ちょっとゴールドアーマーで固めるか。防御3つ分買おう。1,2,3 で、これを3つ装備させる。で、ガラクタちゃんはブロンズのコッテオだからゴールドアーマーにしよう。よし、だいぶ上がるね。で、ブロンズアーマーからゴールドアーマーで、鎧となんか1個だからね。ゴールドアーマーとミスリル買うか。愛人のために。愛人、それは命を賭して守る相手である。もう持てませんで、ね、へっへっへじゃねえよ。バトルハンマーいらねえ。デリンジャーはちょっとこう、ここら辺はもうマジカスみたいな値段だな。てかあんまりアイテム入んないよね。ポーションとかもういんないんじゃない。なんか結構いっぱい買ったけどさ。ミスリルのコテ2つ、3つ買おう。よし、少しでもちょっと生存率を上げる。生存率を上げればサブマシンガンでなんとかしてくれる。よし、硬い、だいぶ硬い。で、ゴールドのコテをミスリルのコテにして、でブロンズの兜からミスリルのコテ。オッケーオッケーオッケー、これでいいんじゃない。上2人はだいぶ硬いね。であとは道中戦いながら金を稼いで能力も上げて敵を倒して強化していく。またおっさんみたいな人がいるな。トットーさん、おう、ミコミックス。そうだよ、覚えていてくれたんだね。そりゃね、自分の息子だからな。大きくなったな。母さんは元気か？うちで待ってるよ、一緒に帰ろう。まだ帰れない。秘宝のため。でもアシュラは倒したよ。だが秘宝を狙っているやつはアシュラの他にもいっぱいいる。秘宝なら結構集まったよ。ほら、お前も秘宝を集めていたのか。これも預かってくれ。稲妻のマギ、お前が持っている方が安全だ。こんな子供が持っているとは誰も思わない。もう子供じゃない。秘宝を追っていく限りまたきっと会うことがある。その時は一緒に帰ろう。約束だ、さらばだ。会うだけだったら割とあっさり会えたね。じゃあちょっと左のところにイベントマークがついてるんで行きましょう。発掘したいんだけど、どうやって発掘するのこれ。巨人の町グッズ屋店長の部屋。え、どういうこと。後ろに出れたんだけど、巨人グッズはどこで手に入れてるんですか。単刀直入だな。巨人の遺跡どうやって入るの。ジョニーに聞いた。他の人に言っちゃダメ、商売にならなくなるから。でジョニーのところへ行けと。なんか巨人グッズないかな。よこせ巨人グッズ俺にも。なんか鉄ゲタあたりは巨人の遺跡とかにあった気がするんだよね。これちなみにさ、重さの概念あったっけ。なんか作品によってはさ、隠しパラメーターみたいなやつでさ、重い装備を装備すると素早さが落ちるっていう、そういうシステムがあるからね。ジョニー、巨人グッズ屋に聞いた。クソ、あの親父、しょうがない、教えてやる。巨人の町の東の方にある階段に抜け道がある。今は岩が塞いで通れねえ。岩を壊すならいいもんやるよ。これを使え。どこを壊しゃいいか分かるぜ。俺には必要ねえし、あんたにやるよ。
一応使い方を教えてやる。メニューボタン、メニューを開いてマップアビリティ、破壊があるからそれを装備する。その状態で破壊できる岩の近くに行くとアビリティってパネルが表示されるから、アビリティボタンを押してみな。岩や壁なんかを壊せる。破壊ポイントは下画面のマップに太陽みたいなマークで表示されるから注意してみるといい。太陽マークか。じゃあその発掘マークもこれできっと秘宝なんだな。風の道しるべ。で破壊か。ちょっとまたびっくりマークが増えてんな。どこだ、なんだ、え意味不明。こいつを追っていけと。あ、なんだ、ティターニアみたいな感じの人がいるな。え、秘宝渡しなさい。断ります。そう、いけ、戦闘。あれあれあれ、なんだ、秘宝渡す気になったら私を呼びなさい。だから厄介なもんに、タレイヤ様を助けてください。あの方は昆虫族の女王にしてミューズのお一人、タレイヤ様です。タレイヤ様はとても聡明なお方、本来このようなことをする方ではありません。何者かに洗脳されている。我々ではどうすることもできない。タレイヤ様の洗脳を解いてください。解除の3つ、タレイヤ様を正気に戻すことができます。わかりました、解除の3つですね。探してみます。え、待って俺たちの戦闘能力はどうなってんの。特に大丈夫そうだな。じゃあその解除のミットやらも探しに行きますか。基本的にそういうアイテムはもうびっくりマークで表示されてるはずなんで、一回寝よう。寝てから考えよう今後のことは。ここら辺なんか店員さんがあれだな、みんなモンスター化してるな。で、若干敵が強い感じがするから、え、外に出れないの？マジか。パブの親父が何か作っていた。パブへ行け。そもそも外へ出れないっていう、そういう感じかよ。親父、よこせ。妖精好みのお菓子を作って余った。お、いいね。ただでくれるなんていい親父だ。しかも妖精好みのお菓子を作れるのか、さすがモンスター親父。それさっきなんか右上のところにお菓子が食いてえみたいなことを言ってた妖精がいたよね。こいつあげよう。これわらしべ長者イベント、ガラス瓶、お水を入れるととても素敵なものになる。じゃあ真ん中の泉のところへ行こう。これさ、またマジックパワーとかだったら悲しいんだけど、アイテムか金が欲しいよね。あ、ここね。ここから水が汲めます。どうやって汲んでんだ。巨人族の雫。何？巨人族の雫？まだちょっと違うっぽいな。ジョニーに聞いてみよう。ここは。そうだな。絶対そんなことはない。ちょっと待って、怒らせちゃったよ。いや、そんなことはない。巨人の家の中にはネズミの穴があって、そこから机の上に行ける。え、それだけ？ちょっと親父、なんか教えてくれ。巨人の雫。じゃあ巨人グッズのところへ行くか。なんか加工、またこいつ加工してくれかな。おお、なんか渡す。巨人族の雫、本当にいいのかい？ちょっと待っててくれ。これはお礼だ、取っといてくれ。怪獣の3つようやく手に入れた。てかあいつがそもそも怪獣の3つをさ、これに渡せば一番早くないか。いちいちこんなことしないで。それは怪獣の3つ、タレイヤ様に振りかけると洗脳が解けます。あ、タレイヤ様が来られます。秘宝を渡す気になりましたか？秘宝は渡しません。この怪獣の道で洗脳を解きます。何をする？これは私は一体タレイヤ様、あの方たちが助けてくださったのです。あなた方には何とお礼を言っていいか、かけた魔法を解きましょう。
これは助けてくれた俺、お詫び。250マジックパワー。いや、マジックパワーはいいよ。でもこいつからまたなんかミューズのところへ行けば買えるのかな。ようやく外へ出れる。では巨人のところへ行きたいけど、まずはセーブしよう。敵が強いからね。さて逆、敵はなるべくでもチェインは取りたい。やっぱね、敵との戦力差があるほど能力は上がりやすいらしい。サムライミミズ、サブマシンガンでライノサウルス、ソードで行って魔術見習い、炎を使って酸性を使う。いける。29。大体こんなもんか。サムライのドレクションは来たし、グオー30か。まあまあだな。ケアル、何？さすが魔術見習い。お前は消えよ。尻尾17。まあまあまあ抑えられてんな。ゼロ。無駄だよ。愛人の炎、愛の炎だ。これが100残ったか。じゃあユーミでサーベルも使おう。でファイヤーが一番下上書きされたんで、ファイヤーをどんどん使っていこう。何こいつ強え、サムライマジで強え。脇差しグヨー。最大ヒットポイント、まあ、何、え、なんかもらったぞ。ゴールドカブト的なものを落とさなかった。まあ、まだなんとかなんだ。あの防具変えただけでやっぱりだいぶ違う。で、あそこが光ってる。ちょっとスライムか、なんかいるね。来た。グオーテロリストが多い。今度はテロリストはサブマシンガンで始末する。ロングソードで雨降らしか、雨降らし危険だからね。で炎で全体参戦よ。デリちゃん、ゴー、早い。テロリストしゃべえ、狙いされてる。よし、165では倒せる。サブマシンガンも一掃できる。参戦はやっぱ弱いな。ちょっとペットがもう少し強いモンスターになってくれればいいんだけど。で本当だったらここで愛人が素早さ系のもの、弓、サーベル。いや本当強いぞこいつ。弓がもう弱くなってる。リンジャーで行くか。サイコダガーは予備があるからね。え、そうするとさ、ペットちょいちょいダメージを与えてくれるから悪くないんじゃない。979キック、キックは素早さが上がるはず。体重付け、何を切り捨てる。弓切り捨てるか。弓も素早さ系か。でもキック一気に13まで上がるね。キック以上で、まだ愛人のケアルでいいでしょう。回復回復と進んでいこう。どっちだ。あ、これで破壊を装備するって言ってたよね。なんだっけ、マップアビリティ、マップアビリティに、あ、発掘があるじゃん。これを装備するってこと。なるほど、今更だな。じゃあちょっと裏方でいろいろ発掘しよう。あ、でこれでアビリティ使って、これあと10回。先へ進もう。で、ここへ出てきた。で、待って待って待って、こいつダイノサウルスっぽい。で、ここで、そうですね、マップアビリティを発掘にする。で、マップアビリティってさ、何回数あんの？
ちょっと敵が早急に始末しよう。ライノサウルス一体じゃなくて下にもいた。あ、下は俺だ。で、ファイヤー。で、くちばしでいいや。リンちゃん、リンちゃん。要はマイナスになりたくないんだよね、一回の戦闘で終始が。で、何がもらえる？宝箱。え、宝箱じゃないこともあるの？ハイポーション。まあ悪くはない。なるほどね。でもアビリティ自体はずっと使える感じじゃないからね。どこだ？え、トレジャーポイント。結構近づかないとダメだ。宝箱。よしよしよし。ポーションいらねえ。もっと秘宝が必要だ。そんなあんの？来い、まとめて倒してやる。ちょっと魔術見習いは厄介だから。雨フラッシュ怖くもか。雨フラッシュじゃなかった、炎だな。炎と酸性油のちょっとコンボでいこう。寝ないよ、属性が打ち抜く。早いは早いね。重火器便利だけど多分上がらないっていうところが難点なんだろうな。よし、前2人防御力強いから全然なんとかなるわ。スリプル寝た。愛人の炎。オッケー、いっそう食うか。肉は小悪魔の肉。回復、まあいいや。あ、何手に入れた？ケアルの書。ちょっとさ、連打しちゃって何が手に入ったのかが分からない。しかもさ、これいっぱいになるとさ絶対手に入らないよね。というわけで回復しとこう。え、無理だ。ブロンズのポテチ手を。じゃあケアルの書売ろう。金金、とにかく金。今必要なのは金だ。発掘はしていこう。どこだ発掘ポイント。ここ。宝箱。え、星の砂。ここで宝箱取ってもさ、あれだよね、アイテムがいっぱいになるよね。これさ、ちなみにさ、ブロンズの盾って防御だっけ ?2 か。防御力2だったら、例えばさ、ゴールドのことのがすごいけど、さっき、ケアルの書。あ、魔力が上がるわけではないか。なんか魔力上がるかなって思ったけど、そんなことはなかった。で、今、ブロンズの兜はいらない。売った方が良かったけど大して金にならないからね、ここら辺は。まあ捨ててしまってもいいでしょう。じゃあそこの洞窟へ行って、まあ、巨人の家、廃墟、巨人の遺跡か。じゃあモンスターはいるのか。カパ爆発した。ひでえ。まあ、そこそこ減ってんな。40くらい減ってるわ。ハイポーション1個使おう。なんかもったいない気がするけど、宝箱のありかとかさ、マップ上に示してくれるものがないかね。これチェーン厳しいぞ。やるか。3チェーン。死ぬ恐れがあるけど、テロリストだらけだ。なって数だ。サムライは大丈夫だな。ちょっとファイヤーにしよう。いや、まだ炎いっぱいあんな。酸性ゲ回復してなくね。特殊能力の力。毒ソード。
デリンジャー、デリンジャーはある程度食らうから危険なんだよな。キックは大丈夫、大丈夫。やべえ、いやー、いて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 、闘志が湧き上がった。リミットドライブが発動した。よし、ここもまだデリンジャーは大丈夫、湧き出しも大丈夫。よしよしよし、これでテルスター倒せるか。倒せない、愛人がちょっと一番遅いんだね。やっぱり2体気絶した。死んでる、意外に役立った。でサーベルも使ってこう。でケアして回復しよう。いやー、サンセイバーと1体か。やばい、死ぬ。デリンジャー、よし、 OK。やばい、うお、ミス。痛い、愛人。やはりサンチェインは凄まじい戦闘だ。デリンジャーに切り替えよう。で、またロングソード。最高だな、弓だな。くちばしでいいや。まだ残るか。ガラス弾の防御上げといてよかったわ。倒した、毒で死んでいった。これだけやってもさ、パラメーター上がんないの。ちょっと待って、今結構きついんですけど。力のマギ、え、これでもしかしてさ、あそこが行けるようになるとか。もうちょっと探索していこう。結構発見されてるからね。いや、ここはもうこれで終わりか。じゃあこれであっち側に行けると。もう三星雨1回しか使えないから、ちょっと戦闘は極力しないでおこう。てかさ、意図的に戦えるんだったらさ、稼ぎの回とさ、物語を進める回って分けた方が効率は良さそうだな。まあ、でも急な戦闘にはどうしてもなってしまうからな。ミスリルの盾、ブロンズの盾と入れ替えよう。ガラクタの、よっしゃ、防御むちゃくちゃ上がる。でヒットポイントは減ってるから、ポーション使おう。スカミックスと愛人、敵が今近くにいたからコマンドは入れっぱなし。おおお、こっからまた行けるけど、ちょっと宝箱を見ておきたい。あの宝箱を回収しよう。ちょっと待って待って待って、人がいる。ミチェインか。こういうのはしょうがない、排除するのみ。どれくらい強いかだよね。ちょっと待って、ファイヤーでロングソードで小悪魔、ファイヤーでカボチャ。サンテイはちょっとさすがにもったいないな、翼にしよう。ミス、スリプル、結構スリプルの確率高えな。寝た。やはりサブマシンガン2丁欲しい。これはミミズじゃなくて小悪魔を魔術見ないか。ちょっともう倒しちゃおう。おらおらおら、素早さ特化の重火器だな。ガラクタはもう力を上げる装備はしなくていいや。あとは1体ずつ仕留めていこう。100じゃ倒せなくなってきたね。あ、クイックのスリープル唱えてくるのか。
先に始末しておくべきだった小悪魔を。あとはまたロングソードでサイコダガーも使って、いやサイコダガーよりファイヤーだな。やっぱりマギ装備してる分だけ当たり前だけど力も強い。ヒットポイント、肉肉をくれ。特殊能力が回復した。これ本当に回復してんの？アイテムでケチってこう。ハイポーションは4つ分だけあればいいや。よし来た、手つけた。これ部位的にはどこ、足とかあんの？ちょっとこいつも結構食らうからな。鉄ゲタを装備しよう。なぜか力も上がる。やったぜ。鉄ゲタは悪くないね。じゃあなんか入り口があったとこどこだ。上の方だよね。いやこいつはなんだ、当たりそう。でどうなってる今。宝箱、小さくなれ。よし貝の元へ急ごう。ここはこれだけかな。じゃあちょっと戦闘は回避しながら帰ろう。発掘はしよう。だから後ろから月のブローチ、なんか良さげなものを手に入れてるけど用途が分かんねえ。暗い場所でほのかに光る三日月のブローチ、これ何だ。なんかびっくりマークアイテムになってるけど装備ってわけでもないよね。てか僕さ装備できねえんだけど、分かんねえ。じゃあ帰ろう。発掘、持ち物がいっぱい。長使おう。ブロンズ盾ステッカー、てかケアハンの書とか売ってこよう。目薬いらねえ。うろ、小さくなーれを手に入れて巨人の町へ戻ってきましたので、今回はここで終了して、ちょっと次始めるまで少し稼ぎをして、サブマシンガンとかね、もうちょっともう一丁くらい欲しいんで、それを取って買って主人公の武器とかも買い揃えてから次回始めていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。